皆さん、ハレルヤ。1週間元気に過ごせましたか？会えて嬉しいです。みんな、いよいよ夏休みが始まりますね。毎日暑い日が続くけど元気ですか？じゃあ今日も元気よく一緒に礼拝を捧げていきましょうね。ではお祈りしますよ。準備はいいですか？神様、今日も私たち一人一人を呼び集めてくださって感謝します。神様にこれから最高の礼拝を捧げたいです。霊と誠を持って神様に喜ばれる礼拝を捧げたいんです。神様、聖霊様、一緒にここに臨在してくださり、どうか導いてください。神様が受け取ってくださる礼拝を捧げられますように感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん、立ち上がりましょう。時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守っているから。でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守っているから。今もあなたが一番必要、全てを満たしてくれる。恵みに応え、
私のために十字架の上に全ての罪が許されるため、決して私を見捨てはしない、死ぬまで愛した尊いイエス様、心の王者に主よ来てください、治めてください、心捧げます、心の王者に主よ来てください、治めてください、栄光捧げます、私のために、では御言葉を聞く時間です。準備はいいですか？それでは大きい声でハレルヤーで先生を迎えますよ。せーの、ハレルヤー、ハレルヤー。それでは今日神様のくださる御言葉を一緒に見たいと思います。今日の御言葉はテサロニケ人への手紙第1、5章中8節の御言葉です。テサロニケ人への手紙第1、5章中8節の御言葉です。それではゆっくり読んでいきましょう。すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。それでは今日の御言葉をもって感謝信仰が命ですというタイトルで恵みを明かしたいと思います。皆さん、感謝するのも習慣であり、不平不満をつぶやくのも実は習慣なんです。つぶやく人は、不平をつぶやく人はいつまでもね、つぶやくもんですね。でも不平不満をつぶやくことって本当に危ない、危険なんですよ。命に関わるからなんです。皆さん、ある花壇にきれいなバラがいました。一本のバラが咲いていたんだけど、このバラはね、いつも不平不満をつぶやいていました。花壇は寒いな、本当に夜になると寒いから嫌だなと言ってね、いつも口をこぼしていました。それでとうとう主人に、もう花壇の上は寒い、外は寒いから私を家の中に、リビングに
移してほしいんですと、あまりにも不意をつぶやくので、主人がじゃあ仕方なくその花壇の中にあるそのバラを植木鉢に植え替えてリビングに置きました。でしばらく経ってからまたバラさんがこのように言うんです。このリビングの中は蝶々もやってこないし、ミツバチも飛んでこない、つまらない。主人様、私を窓際の方に移してください。日当たりのいいところに行きたいんです。じゃあまた不平不満をつぶやくので、仕方なく主人が今度はこの植木鉢を持って窓際に置きました。窓を開いてあげたんですね。それからしばらく経ちました。またこのバラさんがこのようにつぶやくんです。主人様、もうここはね、いつも猫が通ってるからもう臭くて嫌だ。もう私を食卓の上に移してほしいんです。食卓？そうです。私を花瓶の中に入れて、きれいな食卓の上に置いてほしいんです。本当いいの？はい、いいですよと言って、そのバラの花を重ねて切って、花瓶の中に入れて食卓の上に置いてやりました。それからまたしばらく経ってから、バラさんがまたこのように言うんです。はあ、ここはね、花瓶の中って狭くて退屈、もう嫌だとして、主人様、もうやっぱり私は元の花壇の方に戻りたいんです。花壇の方に私を移してください。と言ったんです。しかしこのバラはね、忘れていることがあるんです。それはこのバラはね、壁に入れるためにすでにハサミでこの根っこから切られて壁の中に入っているから、土は少しずつ枯れていたんです。それでね、主人がもう枯れたお花なんかバラなんかいらないとして、そのバラをね、取り出してゴミバッグに捨てたっていう話なんです。すごいんだよね。バラがゴミ箱に捨てられたんです。捨てられたバラはどうなるの？そう、枯れて死んでしまいます。さあ皆さん、賢い皆さん、このバラのお花はなぜ捨てられたんですか？そう、不平不満をつぶやいて感謝することがなかったからね、捨てられたんだよね。感謝をしなかった上に捨てられて命を落としてしまったんです。そんな、それおとぎ話でしょうという子供がいるかもしれない。でもね、聖書の中に感謝しなかった上に救いを受けられなかった人がいるんです。それがかの有名な10人の大病人のお話。10人のね、大病人がイエス様を見つけて、私たちを憐れんでくださいとお願いして、イエス様が、いいよと、私たちはこれから最終どころに行って、あなた方の体を見せなさいと言ってね、中人がね、最終どころに行く途中で、みんなその大病が癒されたんだよね。すごい病気が癒されたとして、みんな嬉しくて、それぞれね、最終どころに走ってたんだけど、その中で一人だけは、私癒されたの？いやー、こんなことが奇跡、本当にありがたいなと思って、イエス様のところに手触れして、イエス様本当に感謝します、本当に神様のおかげさまですと神様に礼拝したんだよね。それを見てイエス様言ったでしょ。癒されたのは10人ではないか、残りの9人がどこに行ったのって言ったでしょ。そして次にこのようなことって言ったんだよね。あなたは救われた。つまり9人はね、病気は癒されたんだよね、大病人。でも救いを受けたとは言ってない。救いを洗ったと言われたのは感謝しに来たこの一人の大病人だけなんだよね。そう、9人は感謝がなかったゆえに救われることはできなかったんです。ほら見てよ、感謝する子は、感謝信仰は命なんです。
実はね、イエス様もよく感謝していたんですよ。皆さん有名な5つのパンと2匹の奇跡知ってるんだよね。5つのパンと2匹の魚をね、これをもってイエス様が奇跡を起こす前に感謝をしたんだよね。父なる神様感謝しますとね。それで祈ったら、この5つのパンがね、利益の国がいっぱいになって、5000の人が全部食べれて、12のカゴの中にいっぱい余るほどなったんだよね。感謝っていうのはこのように祝福をもたらすんです。皆さん、今日の話で皆さんがよく心に留めなければいけないことは、感謝せずにね、いつもね、不平不満ばっかりつぶやく、やだこのおかず、やだやだお母さんお父さん、いつもね、小言ばっかり言う、いや祈りたくない、いやもう絶対教会行きたくない、もうあの子嫌いだ、もう私は面白くない、つまらないという、こういう不平不満ばっかり言うとどうなると思う？そう、後にね、イエス様の前に立った時にイエス様が、私はお前のこと知らないと言ってね、怖いところに行かされるかもしれない。だから日頃よく感謝を捧げる子供になりましょう。感謝して損することはないんですよ。いつもおこわんありがとう、お父さんお母さん産んでくれてありがとう、この家を買うありがとう、学校に通えるからありがとう、空気を吸えるからありがとう、神様感謝します、いくらに感謝できるからね。そうする子がね、神様から可愛がれ、後に天国に入ることもできるんですよ。いいですか？それでは今日一緒に祈りたいと思います。今まで感謝できなくて、いつもつぶやいてばっかりいたことを許してください。これからは感謝していきます。感謝が命ですからと一緒に祈っていきましょう。神様、そうです、もう感謝しないことは、ただ感謝がしないだけで済むんじゃなくて、終わるんじゃなくて、本当は命にもかかることが分かりました。感謝しなかった9人のライブ人たちは救いを得ることはできませんでした。感謝した一人だけが救いを得ることができたんです。主よ、子供たちが感謝できるように、神様が言ったように、いつも喜んでいなさい、感謝しなさいったように感謝していきたいと思います。神様、そうです、いつも喜んでいなさい、大事にいなさい。そしてもう一つ大事なのが、すべてのことに感謝しなさい。これがキリストにあって、あなた方に神が望んでおられることですって言ったように、神様が私たちに望んでおられることは、すべてのことに感謝することだから、感謝していきます。そういう感謝する子供になるように、主が導き、子供たちを聖霊で満たしてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はじめに神が天と地を創造された。創世記1章1節。神様、この1週間守ってくださり感謝します。今日の御言葉を心に刻んで生きていくように導いてください。今日現金を捧げます。イエス様に喜ばれる元気になりますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
に笑っていたい。イエス様、あなたがこの地上に生まれたのは心から愛してやまない私のため。神様、感謝いたします。子供たちが心から捧げ物を捧げました。捧げた一人一人を祝福してください。その未来を、夢を祝福してください。感謝し、イエス様の皆によって祝福し、お祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光を神様に返しましょう。